はご覧の提供でお送りします。私たち学生が県内の企業に1日入社、学生目線で仕事の魅力ややりがいに迫るお仕事発見 TV、 頑張ります。今回はこの3人、ナレーションは私山田が担当します。訪問したのは西都市にある松岡凛さん。山や森林から木を伐採したり、植林や管理などを手掛ける会社です。まずは伐採の現場を見せてもらいました。うわ、伐採現場になります。伐採するとき、この急斜面に登って、はい、チェーンソーでガーってするんですよね。はい、人間の手ですね。うわ、手作業で、すげえ。伐採は様々な条件の中行うそうですが、一番気をつけているのが安全面と効率だといいます。受け口と追い口を開けて伐採するんですけど、はい、受け口っていうのは倒す方向を決めるものです。伐採前に切り込みを入れて倒す方向を決めます。その後周囲の安全を確認したらいよいよ伐採です。すごい、メキメキメキとか地面についた時にもドーンっていうのがすごく重々しかったので、やっぱ重いんだろうなって思いました。やっぱ作業効率でこの抜刀方向やらも決めたりしていくんで、まず現場に入ってどのように出す木材を搬出するかを先に考えて作業に入ります。久喜田くんも体験してみました。なんかもう振動がすごいです。これまだ平地だからいいけど、さっきみたいな斜面とかになったら多分体勢取るのも大変だろうし、すごいと思います。伐採の他に大切な仕事が植林と管理。今ライブ植えたここら辺ですか。はい、これが今3年ぐらいの苗木になります。あ、これですか。はい、でも立派な木になるのって何十年ってかかるんですか。40年から50年。40年、はい、その間に間伐をしていって木をどんどん大きくしていく感じになります。最後は製材所を見学。伐採された木が商品になるところを見せてもらいました。マルタが乗ります。で自動で製材します。特に宮崎の木はマルタは素性がいいですので建築資材にすごく向いてます。まずこう林業というものに深く探ろうとしてなかったんですけど、こう見ることによって例えばこの先どうなってるのかなとかっていうのが気になったんで興味が出てきました。林業に従事してらっしゃる方々のことをよく考えたこともなかったので、やっぱりこういうことを機会にその木を恵んでくれてる方々とか、そういう方に感謝しなければならないなっていうのを思いました。次回は電産のお仕事を体験します。